3ヶ月ぶりになります。すいませんでした。ジャパニーズレッドモンスターに殺到、運べスタンドを届けて感動、真っ赤な情熱注いで勝つ、覚悟も覚悟も全部アトバッソだって。カープが好きなんだもん。いやねえ、もう3ヶ月ぶりになってしまいましたけど、皆さんお久しぶりです。まあお久しぶりっていうわけでもないんですけれど、ちょっとね、この期間中、まあカープの調子もね、上がったり下がったりいろいろあったんですが、私自身がですね、ちょっと舞台の方が多すぎましてですね、セリフを覚えたりなんとかだ、いろいろあって、タイミングがなかなか見つからず、で、また、我々を支えてくれていらっしゃいます、スタッフさんとのスケジュールも、もろもろ合わないまま、この期間までなってしまった。本当はね、もうちょっと前行けてたんですけど、優勝がなくなったっていうところだったんで、まあ、もうちょっと様子を見ようかなと思っていたところ、まあ、本当、ぶっちゃけ、昨日の、今この収録してる昨日、ペナントレースが全部終わりまして、無事4位という結果になってしまいました。残念。2019年広島、カープ4位という結果を踏まえての、だってカープが好きなんだもんということなので、もうゲストとかはなしで、私の一人喋りで行きたいと思いますけど、これはもうしょうがないですよね。はい、で、またね、昨日ペナントが終わって、もうたった今というかさっきというんですかね、尾形監督が辞任という情報がスーンと入ってきた状態でございまして、まあね、まあ3連覇をして、まあね、その前の年の、4位から始まった尾形カープだったんですけど、まあ4-1-1-1-4という結果で、まあね、尾形さんも多分今年もう優勝逃した段階でもう辞める方向でご自分がお考えてたのかなと、私心の中では思ってはいるんですよね。まあどっかね、まあ CS 争ってるあたりでも、なんか尾形監督の顔を見ていたら、なんか仏の顔みたいになってましたもんね。なんかこう荒々しさよりも、なんかちょっとドンと構えて、コーチ陣選手陣にちょっとこう頑張れよと激励をする雰囲気もありましたし、最後のね、中日戦で、マツダズームズームでちょっとこうお話しされてる時も、まあその時はなんか来年を踏まえてまたっていう感じには聞こえはしたんですが、どっか私が察するところ、いや、これはもしかしたらやめるかなという演説にも聞こえた、スピーチにも聞こえたんですよね。なので、まあ次またね、2020年来年誰が監督やるのか、もうね、秋季キャンプ11月にはもう新しい監督が発表されるのも、だからね、今月中どっか10月どっかには発表されるとは思うんですけれど、まあ野村健次郎さんなのか、まあ笹岡慎二さんなのか、僕はこの二択かなと思ってるんですよね。なんでその辺はまあ皆さんで、いや俺はこれだと思う、誰だと思うって言いながら、いろいろ考えていきましょう。私は野村健次郎さんか笹岡慎二さんか、どちらかというふうにここでは言っておきましょう。いずれ新井さんがやるのかなと思っております。でもなぜね、今年4位だったか、
まあね、あの最後の阪神のあの頑張りは非常にすごかった、最後6連勝締めをした阪神はあっぱれでしたよ。でね、もうドリスという抑えのピッチャーがちょっとこう最後ね、9回を任せるのにちょっとふらついたところで、やっぱ藤川球児に切り替えて、また藤川球児が蘇ったというあのあたり、そしてね、あの先発からこう中継ぎ1イニングずつどんどんね、あのいいピッチャーグレードが上がってって、最後は球児が攻める、あの締めるという、あのやっぱ投手陣のあそこですね、広島がまさにやらないといけなかった部分だと思うんですよ。なので、なぜ4位だったかという部分に触れると、やっぱりね、最終的に、中崎翔太、あとはね、フランソワといった一番後ろを、任されてた投手がやっぱりちょっとこうね、バタついた部分だったと思うんですよ。で、まあ、あの投手陣のね、防御率自体は昨年よりも上がってるんで、まあやむを得ないと思うんですよね。ただ他にじゃあ誰がいたんだと、中崎翔太があそこでダメになったから、じゃあフランソワで、あれ誰もがみんなフランソワだと思ってましたし、じゃあ中崎翔太がそこまで悪いのかって、私はそうは思わないんですよ。やっぱり抑えを担うピッチャーっていうのはどうしてもいい時があったらちょっとこうちょっと崩れただけでね、なんとか劇場みたいなこと言われるじゃないですか。今年ね、引退された長川投手もね、あんだけ抑えてたにもかかわらず長川劇場みたいに言われた時がありましたよね。でやっぱりまるまる劇場ね、中崎劇場になりましたけど、まるまる劇場って言われるっていうのは一個の私は勲章だと思ってるんですよ。そこまでやっぱり劇場、一つの 劇団の座長になれるっていうのはもうその役割を任された人のみできる、もう劇場なので、だからまあ中崎投手は僕はよく頑張ったと思います。またね、来年、まあ、この秋からまたね、復活へ向けて、来年もまた、開幕へ向けて一からまた頑張っていってくれると思うんで、また来年に期待しましょう。まあもう今年は4位で終わったね、もしこれでね、中途半端っていうのもおかしいですけど、3位で、CS に行ったとしても、70勝70敗の、5割で行ったとしても、やっぱ DeNA が喜んでただけです。広島が来た方が絶対良かったに決まってますし、ね、まあこれは多分 CS の日、CS 前、1本目流れると思うんですが、多分 DeNA としては阪神が来るのが一番嫌だったと思うんですよね。で、このままもしね、2連敗でもして、今度巨人と、ファイナルステージ阪神がやるってなったらね、鳥谷対阿部みたいな、そうね、引退スペシャルみたいなことにもなるんで、なんかそれもいいかなと、思ったりもしてますんで、まあ今回広島4位で良かったんじゃないかなと思っております。まああとは、そうですね、FA というものがね、来年 ね、まあ、今年は丸選手がいなくなったことによって、来年ね、こっからじゃあ誰がいなくなるんだっていうことがいろいろね、ネットかなんかでもざわざわしてますがね、相澤捕手、野村投手、菊池涼介野手、一応この3人がどうなのかなみたいなことを
言われてますよね。どうなるんでしょうか。なんかみんないなくなったそして誰もいなくなったみたいなことになるのか、誰かが来るのか、この辺りで。